はい、皆さんこんにちは、下島です。今日は最近話題のあの乗り方について考えていきたいと思います。サイクルロードレースファンの方やよくロードレース見られる方っていうのはご存知かもしれないんですが、こちらスーパータックっていうポジションがなんと今年の4月から禁止にするという UCI が発表しました。正直僕最初見た時ってマジでビビりました。でこのびっくりしていろんなツイッターとかで反対意見や、まあ、賛成意見いろいろこうある中で自分の中でもいろいろ考えて、それについてこの動画で皆さんと共有していきたいというふうに思ってます。僕自身こんなふうに考えてるよっていうことを後半話すので聞いていってください。でまず前半はこの実際乗り方を使ってきたプロライダーってのは国内ではなくて海外のトップのプロライダーのことをちょっと話していって、で後半にその乗り方が禁止されることによるメリットデメリットについて考えていきたいと思います。一緒に皆さんと考えて、ぜひコメント欄に書いてもらってこの問題どう捉えるかっていうのを共有していきたいと思ってます。早速いくんですけど、僕がまずこの乗り方を一番最初に見たのは2013年の世界選手権アンダー23のモホリッチ選手っていう選手のダウンヒルですね。でもこれは本当に当時の大学生の僕にとっては衝撃的で、めちゃくちゃかっこいいやんけと思って、アタックを上りで決めてですね、下り坂を一人でタイム差を開けるためにダウンヒルするんですけど、こうなんて言うんですか、命がけで下ってる。でそのリスクを負いながらも攻めてギリギリのライン乗りで走っていって独走優勝を決めるんですけど、しびれて当時、いやプロってすげえって、まあ、感動したんですよ。でネットとかでも見てると、メディアの映像で初めて披露したのはこの2013年のモホリッチ選手のダウンヒルだと。これがきっかけで後々のロードレースでもたくさんのこのスーパータックっていう言い方らしいんですけど、僕は最近までクラウチングって言ってて、僕の周りでもスーパータックって言ってる人いなかったんですが、今回の問題をきっかけに聞いた名前、スーパータックっていうらしいです、この乗り方で。そのモホリッチ選手が2013年のアンダー23世界戦を取った時のキレッキレのダウンヒル、この後からどんどんプロが使って逃げ切り優勝っていうのを決めていくんですよね。まずその僕が知ってる、僕が見たことがあるすげえなっていうこの下りで勝った一覧順番に並べていきます。その次の年2014年クフィアトコフスキー選手が世界選手権で独走優勝します。これもポーランド代表で出たクフィアトコフスキー選手、クフィアトコフスキー選手噛むやん、めっちゃ。クフィアトコフスキー選手が上りでアタックを決めて一人で独走して下りに入ると。でここでもこのスーパーアタックポジションでペダリングしてるんですよね。これによってタイム差を稼ぎ、後ろが詰め切れず優勝すると。早速2014年出てきました。そしてその次の年、これは皆さん知ってる人も多いと思います。2015年、ペーター・サガン選手がリッチモンドの世界選手権で決めたアタックからのこのスーパータック、これも衝撃でしたね。石畳の激坂を下半で駆け上がったサガン選手がそのまま残りを独走するんですけど、下り区間でこのエアロフォームからのペダリングですよね。なんかもう筋肉ムキムキの足がちっちゃくなってペダリングしてて、もう怪物やみたいな、かっこよすぎると思った、覚えてます。そしてその翌年2016年、クリス・フルーム選手がツール・ド・フランスで見せたこのダウンヒル、これも衝撃でしたよね。もうフルーム選手は手足が長い長いなんで、もうその手足が長い選手がエアロフォームを取りながらペダリングしてる、もうバケモンです。あれは漫画のキャラで出てきてもおかしくない、ガムシペダルの誰でした、御堂筋くんみたいな不気味さ、気持ちの悪いなと思ったんですけど、それでタイム差を広げて優勝するんですよね。すごいプロさすが。ってことで時は流れて2019年のアラ・フィリップス選手、これはツール・ド・フランス第3ステージでこのスーパータックで優勝を決めるんですけど、もうこれはエアロフォームで見てるこっちがドキドキ、カーブなのにこのスーパータックのままカーブ曲がっていくんですよ。いやいやペダル吸ったらこれどうすんのと思って、うわ命がけやプロすげえと思って、かっけえな半分、これこけたらどうなんのっていう不安半分みたいなレースでした。でこの時もアラ・フィリップ選手なんかこのスーパータックしながらこうやって後ろ見てましたからね。いやいや死にます、絶対死にますそのうちって思いました、正直怖いなと思って。でもアラ・フィリップ選手はそのレースに優勝するとという感じで、僕がこれだけ挙げた超サイクルロードレースファンの方なら知ってる有名選手がこのスーパータック乗りを駆使して逃げ切り優勝を飾ってきたと。そして本日じゃない昨日かニュースが出て、2021年4月1日から UCI がこのスーパータック禁止しますと。と思ってツイッターでもやっぱりその反対意見出てました。でプロ選手で反対意見言ってる人がまずクフィアトコフスキー選手、この選手がこうやってツイッターに書いてますね、あのロードのコース油浮いてそれでサイクリストこんなこけとんねんと、 UCI もっとそのスーパータックどうこうより改善するとこあるんちゃうかと言ってます。そしてこちらピドコック選手、 This is stupid、 バカだと、
これはアホやと言ってます。そしてフルーム選手のここのツイートね、僕がこのメーター見ながらと記事こうやって外に出してるダンシング、これも UCI さん禁止するんでしょうと、まあちょっと皮肉言ってるわけですよ。でこの3選手の他にも多分挙げてる選手がいるんかな、僕が確認したのはこの3選手が UCI に反対してるっていう風になってます。でまあこの UCI の発表が絶対なのか、それとも選手の反対意見も考慮して果たして取り消しになるのかどうかっていうのは分からないんですが、今後の動向が気になるところと。もちろんプロレースで禁止されるってことは、僕たちのレース、僕が先日挙げたミヤマロードレースの下り、僕も使ってますし、一緒に逃げてる選手も使ってた国内のレースでも見られてたこのテクニックだったんで、これが見られなくなるかもしれないっていうのも含めて、やっぱりこの動向は非常に気になるところだというふうになってます。スーパータッグが禁止された際にはどんなメリットがあって、どんなデメリットがあるのかっていうのをちょっと考えていきたいと思います。じゃあまずメリットから。単純に落車のリスク減りますよねと思います。まあやっぱり危険なフォームであることは間違いないんで、僕はこれによる落車見たこと正直ないんですけど、プロレースでも僕らの日本のレースでもやってるとこはいっぱい見たことあるんですが、これが原因で起きた落車っていうのは正直一度も見たことがないです。ですがまあやっぱりリスクがあるフォームっていうのは間違いになるないので、安全性は少し上がるのかなっていうふうに思ってます。まあこれに代わるもっと危ないポジションみたいなのが出てくるかもしれないですし、絶対ではないんですが、それがまあメリットの一つかなって。でもう一つ、この僕メリットは大きいんじゃないかなと思ってて、やっぱりその僕が当時大学生の時見たモホリッチ選手のダウンヒル、かっけーと思うわけですよね。プロがツールドフランスとか世界選手権とかでそのキレッキレのダウンヒルで優勝するところ、かっけーと思うわけですよ。なのでこれを真似事するテクニックのない人が大怪我するリスクを減らせる、これはもう僕めちゃめちゃ大きいと思います。でもし僕がこの乗り方を禁止するのであれば、一番の目的はそれにします。やっぱりあの下りを見たアマチュア、若い選手、あとはテクニックのない人が真似をして大怪我をするっていうリスクを減らせるっていうことは、僕は意味があると思うので、個人的にやっぱり当時の僕憧れましたし、うわあのダウンヒルやってみようと思ってやってみましたし、まあ幸いこけなかったですけど、真似はやっぱりしますよね。でそういった真似事をレースとかでした人がこけるっていうリスクを減らせる、これはマジででかいと思います。これが僕の考えるメリット2つですね。そしてデメリット、これもいやもうやっぱりレースファンとしては本当にデメリットだなっていうふうに思うんですけど、まず1つ目がゲームバランスが壊れるです。ロードバイクのレースって風の抵抗との戦いで、本当にあの下りを選手が使うのってカッコつけるためじゃないんですよ。決してその生きててあの下りしてるわけじゃなくて、少しでもタイムを削るためにあのフォームを取るわけです。でさっき挙げてきましたモホリッチ選手、クフィアトコフスキー選手、サガン選手、フルーム選手、アラフィリップ選手、数多くのプロがそのスタイルを駆使して優勝をつかみ取ってきたと。でもこのフォーム禁止にされたら、あの逃げ切り決まってなかったかもしれないんですよね。だからそう考えると、逃げで独走するっていう確率が減っちゃって、サイクロロードレースファンが盛り上がるアタックからの独走撃、あれがなくなるんじゃないかっていう心配があります。そしてもう一個のまあデメリットは、シンプルにかっけーってさっき僕言ったように、視聴者がリスクを負いながら攻めるプロ選手の姿を見てかっこいいとか、そういうのを魅力的だっていうスリリングさが減ってしまうことにより、ちょっとレースの魅力がダウンしちゃうんじゃないかっていうことですね。まあ、これは人それぞれ捉え方あると思いますし、まあ、危なっかしくて見てて怖くてあんなの見たくないっていう人もいれば、やっぱりああいう風にかけて走ってる選手を見てかっこいいと思う人もいると思うので、これは難しいところですね。僕個人としてはやっぱりそのスリルを楽しんでるっていう部分もあるので、まあそこはちょっと魅力ダウンかなっていうふうに思います。はい、そしてまとめに入ろうと思うんですけど、僕の個人的な意見としては、少しプロレースの魅力を考えると残念な決定なのかなっていうふうに思ってます。まあ、今後この決定がひっくり返るのかどうかっていうのはわからないんですが、現時点4月1日からスーパータック乗り禁止されるみたいなんで、まあやっぱりレースのゲームバランスの壊れを考えるとかなりだと思います。ちょっとどうなんかなっていうふうに思ってます。でこれには他にも理由があって、そもそもロードバイクめちゃめちゃスピード出るじゃないですか。あのカーボンにしてね、 6.8 キロ規制だって言ってギリギリまで軽くした車体、そしてエアロのペラッペラのユニフォームで選手たちは命がけで下らないといけないと。でもそれ自体が恐怖そのもの、リスクそのものなのに、その選手たちが走ってるテクニックを規制するっていうのは、
なんかもうそれ規制しだしたら全部ダメちゃうみたいな考え方もできると思うんですよ。あのフルーム選手が言った肘開くのも危ないし、メーター見るのも危ないし、じゃどん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 そのこれは危ないあれは危ないって言っていくと、ロードレース自体がじゃあ危ないんじゃないかっていう話になってくるので、僕はこの決定は個人的には少し残念です。はい、ということで皆様の意見もコメント欄にぜひ書いていただいて、少し共有させていただければなっていうふうに思います。今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。こうしたちょっとマニアックなプロレースについてもこのチャンネルでは取り上げていきたいと思うので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。